商品レビュー専門の GA です。皆さん、自宅からランニングとかウォーキング、あとちょっとした散歩で出かけることありますか？まあその時荷物どうしてます？まあ普通のカバンに入れて持ってってるよ。まああとボディバッグとかってありますね。他にはポケットの中に鍵とか詰め込んで持ってく。まあその時普通のカバンですとやっぱし邪魔。ボディバッグとかも大きい。ポケットに入れておくと、まあ落とすかなって心配しちゃう。特にランニングとか走りたい場合、ウェアにポケットがついても落ちる心配があって入れたくない。あとは物を入れとくとカタカタ言って嫌だから入れたくない。そういう悩み、オーメーカーのアームバンドがあれば解決ですね。こちらです。これがあればスマホと鍵をスマートに収納できますね。スマホと鍵をスマート。まあ何か言葉の感じいいですね。スマホと鍵をスマートに。それとまず部屋の鍵。ここに鍵を入れるところがありますので入りますね。結構伸ばす感じで入れてください。ちなみにキーホルダーとかは外しておいてください。ここに鍵を入れる場合、鍵を裸で入れた方がいいですね。あと車みたいにリモコン付けの鍵だとちょっと厳しいですね。だから家用の鍵とか車の鍵を付けたい場合は金属の部分だけの鍵を使ってください。次にスマホ、こちらに入れます。これでスマホ入りました。あとは腕に巻きつけるだけですね。こんな感じですね。だから早くランニングする人も鍵とかジャラジャラ言わない、スマホとかもカタカタ言わないですね。ただランニングするときにどうしてスマホなんか持ってくのか、ちょっと歩くのにどうしてスマホなんか持ってくのか、まあ理由は2つありますね。1つは音楽を聞きたい。じゃああと1つは何なのか、エクササイズ用のアプリケーションを使いたい場合なんですよね。走った量とか運動量とかを記録する、歩いた量を記録する、そういうのをスマホで管理してる人多いんですよね。その場合スマホ持ち歩かないといけないんですよね。その時にこのアームバンドがあると便利。まああとちょっとした散歩とかで、あ、ちょっとナビを使いたいな、そういう場合も使いますからね。まああとはメッセージツールで連絡が来た、あ、誰から来たのかな、わかりますよ。まああとはこれに加えてスマホの後ろにカードとか入れれば途中での決済とかできますね。お札を入れとけば買い物もできる。ただちょっと小銭が出た場合、その保管場所が何あるんですけどね。まあ小銭はポケットの中に入れとくとか、まあ無理やりこの中も入らないことないですけど、まあ気をつけながら入れとく。まあ仕方ないけど小銭入れだけは持ってく。そういう方法で買い物もできますね。まあただ決済系の IC カード入れとけば、まあどこの店とかでも買い物できますからね。自動販売機とかでも最近対応してますからね。だからスマホと鍵と決済できるカード。この3つを持って手軽に出ることができますね。アームバンドというちょっと新しいそのライフスタイルを体験してみたい人、そういう人はぜひこのオーメーカーのアームバンド使ってみてください。あとこれ縫い目とかないですので痛くないですね。つなぎ目とかないですからね。だから快適装着、これもポイント高いですね。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。